クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。昨年8月の末、自分は遠野郷に遊びたり、花巻より十よりの路上には町場三箇所あり、その他はただ青き山と原野なり、人の盾し煙希少なること甚だし。遠野物語第15話。遠野の部落には必ず一個の旧家あり、奥内様という神を祀る。この神の像は桑の木を削りて顔を描き、四角なる布の真ん中に穴を開け、これを衣装とす。奥内様を祀れば幸い多し。毎年田植えはあつれえな。したが明日から天気も荒れそうだし、今日中にやっちまわねえとな。ああ植え残しちゃもったいねえ。もったいねえもったいねえ。ん、おい、なんだおめえ、ここらじゃ見ねえ坊主だな。どうした？おのれも手伝い申さん、手伝い申さん、それ。おお、これは大助かりだ。ありがとうよ坊主。おめえどっから来た？手伝い申さん、手伝い申さん。変な坊主だな。なんとか今日中に植え終わったな。ああ、こりゃ坊主のおかげだな。おい坊主、おめえうちに来い。晩飯食ってけ。おお、そうだな。おい坊主。あれ、坊主どこさ行った？おーい坊主。どこにもいねえ。おかしいなあ。その小僧、日暮れてその影見えず。やがて者ども家に帰りてみれば、縁側に小さき泥の足跡あり。おい、この小さい足跡、もしかしてさっきの？あれまあ、泥だらけで入って、一体どこまで。あ、ちょいとお前さん、どうした？坊主がいたか？ん、これは。ああ、その足跡、だんだんに座敷に入り、奥内様の神棚にとどまりし、男さてはと思いて扉を開き見れば。お、奥内様の腰から下が泥だらけじゃねえか。お、奥内様。はあ。遠野郷の部落、奥内様という神を祀る。奥内様を祀れば幸い多し。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。